いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何がいくでしょうか。ブレイクは前に行きそうです。エフフォーリア、それに続いています。さらにはタイトルホルダー、4番ウィンマイティ、その後ろ先手を取ったのはタイトルホルダー、内からはディープボンド、ジェラルディーナ、それに続きます青の帽子ベラーズール、その後ろその横にポッケリーニ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。イクイノックス、それに続いています。その隣にジャスティンパレス、その外にアリストテレス、並んで10番伊豆城の奇跡、赤い糸、そのうちに続いています。並んで7番ボルドグフーシュ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ポタジュ、この馬もこのグループ、内からはラストドラフト、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から6番タイトルホルダー、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてウィンマイティ、並んで16番ブレイクアップ、これに続くのがオッケリー、並んで15番エフフォーリア、すぐ隣にベラーズール。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてタイトルホルダー、タイトルホルダー、さらにリードを広げます。2番手はブレイクアップ、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はタイトルホルダー、離れてベラーズール。さあ直線に入りました。これからの勝負、タイトルホルダー先頭、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 一気にイクイノックス、タイトルホルダー先頭だ。イクイノックス、タイトルホルダー、1着2着はイクイノックス。いよいよ発走です。スタートしました。オッケリーニ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオッケリーニ行きました。続いて前へ行くのはブレイクアップ、さらにはディープボンド、3番ウィンマイティ、その後ろブレイクアップ、先手を取りました。その隣にタイトルホルダー、少し離れてイクイノックス、続いています。並んで10番赤い糸、ジャスティンパレス、そのうちに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。その外にベラーズール、内からはジェラルディーナ、すぐ後ろにエフフォーリア、オレンジの帽子アリストテレス、その後ろ伊豆城の奇跡、この馬もこのグループ、ポタジュ、すぐ後ろ並んで5番ラストドラフト。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最後方にボルドドフーシュ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。2番タイトルホルダー、レースを引っ張ります。すぐ後ろにブレイクアップ、さらにはオッケリーニ、少し間が空いてウィンマイティ、並んで7番ディープボンド、その外からベラーズール、並んで8番イクイノックス。さあ先頭は依然として2番タイトルホルダー、ブレイクアップ、ほとんど差がありません。オッケリー3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はタイトルホルダー、その外からはオッケリー、ブレイクアップ、その後ろ離れてディープボンド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。タイトルホルダー先頭、残り 200m、 イクイノックス追い上げてきた。イクイノックス先頭、イクイノックス先頭だ。イクイノックス、イクイノックス、1着2着にはどうやら赤い糸。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さて何が行くのでしょうか。ウィンマイティ前に行きそうです。エフフォーリア、それに続いています。赤い糸、どうやら後ろからになりそうです。では前の方からオッケリー、先手を取りました。並んで6番ブレイクアップ、これに続いてタイトルホルダー、イクイノックス、そのうちに続いています。その後ろにベラーズール。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。その隣にディープボンド、ウィンマイティ、この馬もこのグループ、内からはポタジュ、赤の帽子エフフォーリア、その後ろその外から伊豆城の奇跡、並んで8番ジェラルディーナ、その横にジャスティンパレス。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ隣に赤い糸、その横にアリストテレス、その外にラストドラフト、しんがりからボルドブフーシュ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番ブレイクアップ、レースを引っ張ります。その後ろにタイトルホルダー、並んで4番イクイノックス、大きく離れましたディープボンド、
この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として6番ブレイクアップ、タイトルホルダー、ほとんど差がありません。イクイノックス3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はタイトルホルダー、間が空いてブレイクアップ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。タイトルホルダー先頭、残り 200m、 タイトルホルダー意地を見せる。一気にジャスティンパレス、ジャスティンパレスかわす、ジャスティンパレス、ジャスティンパレス、1着2着はタイトルホルダー、3着にディープボンド。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。タイトルホルダー前に行きそうです。ベラーズール、それに続いています。さらにはブレイクアップ、9番ディープボンド、その後ろ先手を取ったのはタイトルホルダー、大きく離れました。ウィンマイティ、内からはイクイノックス、その外にボッケリーニ、ジャスティンパレス、そのうちに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。ジェラルディーナ、その前に進出、すぐ後ろにエフフォーリア、その後ろにアリストテレス、ポタジュ、すぐ後ろオレンジの帽子、伊豆城の奇跡、その後ろすぐ後ろに赤い糸、並んで3番ボルドブフーシュ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最後方にラストドラフト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から1番タイトルホルダー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ブレイクアップ、それに続いています。ウィンマイティ、それに続きます。少し開いてベラーズール、その外からジェラルディーナ、その隣にエフフォーリア、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はタイトルホルダー、2番手はブレイクアップ、ウィンマイティ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はタイトルホルダー、間が空いてウィンマイティ、エフフォーリア、続いています。内からはボッテリー、さあ直線に入りました。これからの勝負、タイトルホルダー先頭、残り 200m、 さあ先頭は今度はベラーズール、ベラーズール先頭、ベラーズール先頭だ、ベラーズール、ベラーズール、1着2着にはどうやらエフフォーリア、3着にイクイノックス。